周囲の決死の策がなり、慶州から曹操軍を駆逐した孫吾。しかしその隙をついて劉備軍が慶州各地を制圧、領有を主張した。両面に敵を抱える愚を避け、孫吾はやむなくこれを了承する。周囲は劉備と孫昌公の婚姻などで両者の緊密化に努めた。その後周囲は南軍での傷が元で世を去り、盧宿がその後を継ぐ。盧宿は周囲が残した大計のもと、孫吾の地盤を固めつつ機を待った。そして数年の時が過ぎ、ついに劉備が益州破食に地を得る。この法を受け、孫吾は劉備に慶州の返還を要求。しかし劉備から慶州を預かる関羽はそれをはねのけた。これはさすがに看過できぬと、孫吾は慶州へと兵を進める。盧宿、呂蒙、関東が軍神関羽と対峙する。呂氏名の治癒、刮目してみるがいい。そんな弱腰では倒せる敵も倒せんぞ。関羽の息子らもなかなかの猛者らしい。上から関平、関公、関作だっけな。もう一人関銀平っていう娘までいるらしい。こいつが一番父親に似ているらしいぞ。関羽に似てる娘か。そりゃとんでもねえな。俺の気のせいかな。盧宿のやつ何か焦ってるみたいだな。疲れ気味ってのは良くない。なるべく早く戦を終わらせないとな。あれ、あの方の名前何だったか思い出せない。劉備とはいい関係だと思ってたんだがな。姫様も嫁いで行かれたし。関係がこじれたら姫様もおつらいだろう。ここはうまく収めてほしいところだな。
敵の主力が中央に寄り集まっている。正面から攻めては時間がかかるな。敵は軍神関、武に物を言わせ慶州を返還せぬとは。周遊様は命を落として南軍に挑まれました。そしてその勝利と引き換えに、あの方を失ってまで必要な地だったのか、この頃ふと思ってしまいます。戦場の中央には食軍がたくさん、あんなの突破できるんでしょうか。食とは仲良くやれると思ったんですが、慶州を返さないんじゃ仕方ないです。私には分かるんです。姫様についていかなかった蓮子様の気持ちが。孫権様の方が蓮子様を必要としている、そう気づいてしまったんでしょうな。孫権様も一度振られかけてますから、きっと大層お喜びでしょうな。関東様が活躍すれば関東省間違いなし。ロシク様、最近よく物をくれるんです。他の者たちにも。昔から気前の良い方でしたが、ちょっと心配になってしまいます。ロシク様と両毛様の師弟関係に憧れます。ロシク殿、いかがなさるおつもりか。このままでは劉備との衝突は時間の問題かと。ああ、これは俺としても面白くない状況だ。劉備の人望は韓趙の勢力を急増しうる。それは天下二分に資すると踏んだのだがな。しかし奴らの慶州領有は破食制圧まで。それがなれば孫吾へ返却する約定のはず。問題はやはり関羽でしょうかな。あやつは独断で慶州を返さぬ構えですぞ。まずは奴を何とかせねばな。まったく時間がないというのに。時間？いや、すまん、こちらの話だ。さあ早々に型をつけるとしよう。三方より進軍開始だ。俺たちで慶州を取るぞ。両門は中央の拠点の制圧、敵の目を引きつけろ。いざ参らん。我ら孫権様のために奮闘しようぜ。
が知略やめさせてもらおうか。ここは拙者が通さない。全力で止めてみせる。打てば流れは変わるか。よし、押そう。あやつを打てば流れは変わるか。よし、押そう。俺が光るものを戦いぞ。よも、目覚ましい活躍だな。お前の成長を最後まで見届けたいものだ。そろそろ気づいても良さそうだが、すでに私の術中にあることを。ここを通すわけにはいかん。命に変えてもな。俺としたことが敵に翻弄される羽目になるとはな。誰にも止められますまい。よし、突っ込むぞ。敵を混乱させてやれ。敵が後ろから。みんな、落ち着くんだ。さすがはロシク殿、策は成功したようだ。よし、混乱した敵を撃破するのだ。遥かに上手なのだ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんか。ちょうどいい。我が知略させてもらおうか。かつての同盟国であろうと、今は敵。私はなすべきことを果たす。敵を攻めてもしたたかなよ。撃たれている戦線を救援せよ。Thank you.
くやってると思うぞ。我が闘志を見よう。その勢いは誰にも止められますまい。その勢い誰にも止められますまい。も引くことはできぬ。それは劉備殿のご意志とは関係なくか。それが将の裁量と心得る。よかろう。これ以上争っても笑うのは曹操だけだ。だが改めて誓ってもらおう、関羽。一つ、お前も孫劉同盟のもとにあること。一つ、慶州の地を利して曹操に対すること。うん、よかろう。我が義にかけて。よし、ならばここは互いに兵を引こう。ロシク殿、あそこで関羽を切ることもできたはず。なぜ？あんな化け物と立ち会えと？俺を殺す気か、リョモ。いや、そのようなことは。さあ、切り替えていくぞ。ま
またゾロ曹操も動き出す頃だ。リョモ。あ。関羽を斬ると言ったお前は間違ってはいない。だが適当に引いてみせて相手を動かすことも覚えろ。お前はまだ素直すぎるな。あ。いや、その素直さがあっての成長か。日々に学べよ、リョモ。明日の孫悟を支えてくれ。そう、俺を超え、いずれは周遊殿をも超えてゆくのだ。ロシコ殿、まさか。